毛利攻略に乗り出した羽柴秀吉は、赤松正典が守る光月城へと迫った。どうする？どうする？ついに織田軍が攻めてきた。どうする？降伏か？毛利について徹底抗戦か？まだ決めてなかったのですか。今さら降伏したとて助かるとは限りませぬぞ。あ、わかった。今すぐ決断する。今さら織田にはつけぬ。毛利につく。徹底抗戦で織田軍を追い返してくれる。毛利に使者を出し援軍を求めるのじゃ。赤松氏は毛利につくことを決め、援助を求めた。助けいただきたい。光月城は毛利の玄関口。これを落とさせるわけにはいかぬ。まずは近くの浮田直家殿に援軍に行ってもらおう。赤松氏の援護か。今は毛利に従っておくか。出陣。直家は光月城の援護に向かった。そして秀吉軍が光月城に迫った。光月城を攻撃するにあたり、貴殿ら尼子の力に期待させていただく。守備よくこの城を落とせれば、尼子勝久殿を城主にと考えておるでの。おお、鹿之助、ついに我らの宿願が叶う時が来たぞ。はい、この鹿之助も嬉しい限りです。まだ喜ぶのは早かろう。この戦での活躍次第じゃぞ。我ら死ぬ気で働きますればご懸念には及びませぬ。期待させていただく。おっ。八須賀殿も頼んだぞ。戦果を期待する。おっ。秀長には別動隊を指揮してもらうが、司祭は官兵衛より話してもらおう。秀長殿の別動隊は敵の水源を奪っていただきたい。場所は後ほど内々に説明いたしますれば、尼子隊や八須賀隊が敵を引きつけた隙に敵の水源を奪うのです。これでこの城は落とせましょう。承知。よろしいのですか。別動隊のことを尼子殿たちに知らせなくて。よい。おとりは派手なほどよいでの。そしてついに両軍が激突した。戦果を上げて必ず尼子を再興させる。激戦となったところに浮田軍が到着した。
今が好機、水の手を覚え。激戦中に秀吉軍の別動隊が光月城の水の手を吸収した。浮田軍は退いた。水を奪われては生きてはいけぬ。かくなる上は秀吉本陣へ夜襲を仕掛けるしかない。闇に紛れて秀吉を討ち取るのじゃ。ほっ。秀吉の本陣を夜襲した。誰もおらぬ、誰もおらぬぞ。てはい、夜襲に備えており失敗しました。もはやこれまで。最後の主演の後に自害いたそう。そなたは逃げよ。我らが自刃するとなれば秀吉もそなたを殺すことはあるまい。いいえ、すでに覚悟は決めておりますゆえ、あなたの手で。そうか、すまぬ。わしの首を持って織田方に降伏いたせ。されど秀吉殿が降伏を許さないならば、謀略を持って即刻首を打つべし。はっ。よし。赤松正則は最後の主演を催した後、妻をその手で刺し、自らも自刃しました。主、正則様の首にござる。これでどうか上兵の命は助けていただきたい。それはできぬの。なん。皆撃たれ落城しました。この城は勝久殿にお任せする。おお、ありがたき幸せ。必ずや守り通していただきたい。我らは先に離反した別所氏がこもる三木城へと向かいますれば。わかりました。この頃、別所長春が信長を裏切り、三木城にこもりました。そのため、秀吉は、光月城を尼子勝久に預けて、三木城に向かったのですが、手薄となった光月城をめぐり、激戦が繰り返されることになるのですが、そうしたお話は次回以降にて、